やったら。ライブ始めまーす。はい。時刻は8時を回りました。 Good morning, everyone. What's up, guys? 本日は5月2日モーニング8をこれから生放送でお届けいたします。宜野湾市急な宜野湾ヒルズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオから火曜日担当のミノがお送りいたします。よろしくお願いします。もう早いところではゴールデンウィークが始まっているかと思いますが、一応明日、明後日、しあさってが休み、そして土日と5連休が一般なのかなと思いますが、山ちゃんさんは休みがない、通常通りですよね。でもこういう方がほとんどかと思いますよ。私は日曜日に母と、母が同じ職場で働いている北海道の方2人を連れて南部を観光してきたんですが、もうすでにゴールデンウィーク始まってました。かなり混んでましたね。南部だったら大丈夫じゃない？北部は混みそうだけど、南部だったら、いや別に南部をバカにしてるわけじゃないですよ。そういうことじゃないですよ。南部だったらとかね、大丈夫じゃないっていうね。バカにはしてない。バカにはしてないよ。来ないって言ってた。違う、人は来ないとは言ってない。いやいや、そういうことは言ってない。まあそういうわけで南部に行ってきたんですけれども、やっぱどこの施設も混んでました。もうすでに始まっているところもあるようですね。この後ミノリズムでもこのゴールデンウィークについて、観光客のねこの動きについてもお話ししていきたいと思います。さあ今日のテーマ発表していきましょう。今日のテーマはこちら、ゴールデンな過ごし方ですね。休日の、まあ、特別な過ごし方、まあ、映画を見るのかショッピングに出かけるのか昼から飲むのか、もう最強は何もしないとかね。無になる、まあこれもありかと思います。皆さんのゴールデンな過ごし方教えてください。 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信していますよ。チュチュチュ。 FM ギノワンのホームページから簡単にチェックすることができますので、そちらでもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートして遊んでくださいね。サイマル放送もやっております。スマホの場合はリッスンラジオ、リスラジで検索してください。パソコンでお聞きの方は FM ギヌワンホームページに再生ボタンがありますよ。完全全編同時放送をお楽しみいただけます。よろしくお願いします。それでは本日のモーニングイート始まります。当たったんやな。当たったん。びっくりした。はい、始まっちゃった。もう一回行こうか。これ全層入る？いや、そのまま続くと思います。かっこいいな。そうなんですよ、かっこいいの。皆さんおはよう。もういいや、あと紹介だ。こりゃ何もしないをしに家島行ってきます。家島行くってことをストルスローじゃないですか。今映ってる？映ってます。アップになった。こっちがいいよ。ほら、明るくなった。明るくなった？はい。この歌いいですよ。クリーンバンディットのシンフォニーっていう曲なんですけど、素敵。正面顔を。
宮古島入りです、何もしませんって。宮古島行って何もしないって最強ですね。いいと思う。何するんだろう、ぼーっとするみたいな。4日から木曜日、ど真ん中ですね、ゴールデンウィークの。すごい、仕事というのゴールデンウィーク。あ、これですね、翼さんは山内さんと一緒だ、仕事という名のゴールデンウィーク。翼さんは独身ですか？子供いたら切ないよね。リクエスト曲、テーマないです。テーマありません、今日は。もう自由にお願いします。ごちゃ混ぜで、うん、明日は有名ゲームタイトルのコンサートを聴きに行って、夜は麻雀というゴールデンウィークならではの予定ですわ。ゴールデンウィークならではなんだ。有名タイトルのコンサート、なんだろう、有名ゲームタイトル、かっこいい曲ですよね。お届けしましたのはクリーンバンディットのシンフォニーでした。 Without report traffic line トト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 トドゥ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 、時刻は8時7分を回っています。 79.7MHz FM ギノアよりお天気と道路交通情報をお伝えいたします。まずは沖縄地方のお天気からです。本日沖縄地方と大東島地方は高気圧に覆われて晴れています。先島諸島は気圧の谷の影響で曇っており、弱い雨の降っているところがあります。降水確率、お昼12時までが 10%、 その後は 30%、 夕方から夜にかけては 70% となっております。日中の最高気温は25度、東の風のちやや強く晴れのち曇り、夜の初め頃一時雨、波の高さは 1.5 メートルのち 2メートルとなっております。明日からゴールデンウィークということで、明日の天気もご紹介しましょうか。ちょろっとだけよ。明日3日は曇りのち雨ですね。降水確率朝から 60%、 午後になるにつれて降水確率は減っていきますが、朝の最低が21度、日中の最高は26度となっております。最初は天気悪いよって言われて、また天気良くなるよってなったら、また雨降りますよって、やっぱりちょっと安定しないですね。最近ちょっと天気予報も当たりにくくなってる気がする。適当ではないと思いますけど。はい、ゴールデンウィーク過ごされる方はこまめに天気予報チェックしてください。以上、天気をお伝えいたしました。続いて道路交通情報です。まずは沖縄自動車道からお伝えいたします。現在沖縄自動車道渋滞は発生していませんが、沖縄自動車道の上り北、沖縄北インターチェンジ付近、こちらで故障車がありますよ、付近を通る方は注意してください。続いて一般道路です。現在国道58号南行きは牧港ぐすくまで一部渋滞が発生しております。中部で現在事故などの情報は入っておりません。国道330号南行きは公営から大平、渋滞と混雑が続いています。
坂田からアハチャ、こちらも続いてますが、いつもよりはひどくない、そんな感じがしますね。引き続き安全運転お願いいたします。以上、道路交通情報をお伝えしました。ファイナルファンタジーのコンサートが、え、何それ、ファイナルファンタジーのコンサートって何、すごい、そんなのあるんだ。タクシーなんで、あ、タクシーか、タクシーはゴールデンウィーク忙しそう。ポルカドットスティングレイ、エレクトリックパブリックハッチさん、おはみーのーレープさん、ギントロさんからリクエストいただきました。はい、ありがとうございます。グレープのパンキンパイとシナモンなんとか、なんかないんじゃないかな。シナモンブラースバンドでファイナルファンタジーの音楽やるってない、へー、ファイナルファンタジーの音楽か、いいよね、うん、ゲームとは言ってもすごい凝ってますからね、うん、ギントロさん、ナイス、お仕事頑張ってください。ギントロさん、グレープっていう人たちの他のやつあるよ、だけどこれはない、パンプキンパイとシナモンティーナイスない確率高い、高い、ギントロさんの曲。サロニーさん、ピロピロン、ピロピロン、すみません、ごめんなさい、間違って作成中のメール送信してもった、痛いですよ、大丈夫です、大丈夫です、両方読ませてもらいますふ両方読みますふふ、ミーノー次第ですふふ、いいはずよ、離島に行くって。だからよ、タッチ登らないのかな、タッチ登ってもね、景色見て終わりですね。あっちしかもすれ違うぐらいの余裕な幅あんまないですよねタッチは一緒に一回でいいよね、うん、今日のミノさん、なんかいいなって。よ、何がいいの、惚れたな、何がいいのかな。じゃあ、はい、曲紹介、お送りしたのはポルカドットスティングレイ、エレクトリックパブリックでした。マジックラブ、みんなマジックラブ行くか。何ですかこれ、お見合いみたいな。そうそうそう、一回行ってみたくない。女の人は男の人よりかも料金安くて、ご飯とか飲み物とか飲めるじゃないですか。そういうのはいいですよね。よくないんじゃない私の友達がなんでやねんと思うよ私の友達がさ、安いっていうのを理由に大学時代めっちゃ行ってました。あ、そう、はい、ね、今日は何の日で、メール、今日は何の日で、あれ帰るからなんだ、うん、音楽帰るから、はい、以上って言ってね、えご視聴者見たんだ。そうか、いたのか、やっぱり。
時刻は8時15分を回りましたよ。 79.7MHz FM ギノモーニングエイトから今日は何の日お伝えいたします。本日は5月2日。早いですよ、もう5月になっちゃった。旧暦は4月7日ですね。今日は88夜と書かれています。郵便局の日、また史上最大の現金輸送作戦とかねすごいね、通貨交換用540億円が那覇着すごいね。また沖縄県総合運動公園がオープン1987年となっています。総合運動公園ってもうこんなに経つんだ。私が生まれたの1991年だから、もう10年以上、20年くらい前からって、今からってもう何30年くらいになるの。すごいですね。その他にもネットの方を見てみますと、本日はね、いいよこらしょう、こういうことも書かれてます。サマータイムを実施、1948年。しかし日本の生活習慣には適合せず4年後に廃止って思い切りましたね。どっちも適用できなかったっていうサマータイムか。サマータイムとは日の出時刻が始まる時期、3月から11月に時計の針を1時間進める、で太陽の出ている時間帯を有効に利用することを目的としたもので、アメリカを中心に導入されているものらしいですけれども、日本に合わないってでもね、どう思う？別にサマータイムなくてもやっていけますよね、うん、いいですよね。サマータイムあると結構大変だと思います。だって今は電化製品、炊飯器とか車の時計もそうだと思いますけど、いろんなものに時刻表示がされてるじゃないですか。それをいちいちまた1時間戻すんですよ。戻したり早めたり、その作業も難儀だと思いますし、イギリスの、エリザベス女王がいらっしゃるあの宮殿内だとか、そこではバイトが募集される時があって、内容が時計の針を直すバイトっていうのがあるんですよ。王宮全部の時計を直す、王宮だけじゃなくて別荘の時計を直す針をね、そういうバイトもあるらしいです。それぐらいこのサマータイムって導入されたら大変なのかなって私は思いますけどねアメリカとか大変じゃないですかね。以上、今日は何の日お伝えしました。ラララメッセージ紹介していきましょう。今日のメールのテーマはゴールデンな過ごし方ですよ。休日のね、あなたの特別な過ごし方教えてくださいということで、さっき、教えてくださいねと呼びかけたところ、ツイッターではいろんなことをつぶやいてくれてます。ありがとうございます。翼さんは仕事という名前のゴールデンウィーク、もうこういう方もねたくさんいらっしゃいますよね。メッセージ届いていますので紹介していきましょう。隣で滑られても白い目で見ているだけのミノーさん、人の目は気にせず滑ることに青春だと思う山内さん、おっはぁー滑りキャラになった私、ね、白目で見ますから名古屋のダンサーズです。ありがとうございます。ダンサーズはチョコレートも好きなのですが、和菓子も洋菓子ジャンルにとらわれず好きですね。特にケーキはテンション上がるな。ケーキはシンプルに生クリームとイチゴが乗ったショートケーキですかね。素材の良さが分かりやすく入ってくる感じがたまらないです。みのさんはチョコレートケーキがお好きですかね。リクエストもいただいてます。ありがとうございます。チョコレートケーキも好きだけど、生クリームがちょっと苦手かな。生クリームのケーキなら、あの一切れっていうか、何あれ、ワンピースっていうのでいいって思う人、生クリームあの満腹感がねすぐ得られるからさ、急いでるときはこういいけどねケーキは好きですよ。何でも好きかもしれないですね。名古屋のダンサーズさんはケーキが好きということで、じゃあゴールデンウィークは何だろうね、
ゴールデンな過ごし方ということでケーキをいただくのかな、自分へのご褒美みたいな感じで、まあ、それもありですね、いいかもしれません。メッセージありがとうございます。こちらも超短いメールです。ラジオネームヨギシコジャパン、怖いね、ヨギヨギのメールを読むのは怖いね、いくよ、読むよ。ゴールデンな過ごし方、今夜あの子を抱くかもしれない。ありがとうございます、メッセージありがとういつもこんな感じですよね、ヨギシコジャパンさんね。まあこれもねゴールデンだと思いますよ。どうですか、成功したか失敗したかはぜひ教えてください。その後来週ねお待ちしています。あと一つご紹介しましょうね。みーのやまちんおはやうー、エコザイルですよ。ゴールデンな過ごし方、まったりと海見ながら三振引く、家飲みしながら三振引く、バイクで北部ツーリング、寝る、あとはこれで彼女がいれば言うことないのにね。さて明日からはとりあえず休みだから暇あったら乱入しに来るさー、じゃあ後からやーって。あーってことはエコザイルさんはこの明日からゴールデンウィークは確実にあるんですね。いいですね。ツーリングはどうだろう、ちょっと天気によるけど明日はねあまりよろしくない気がしますよ。うん、雨の降る予報が出てますので。あーでも海見ながら三味線もいいですよね。やっぱり宅飲みしながら三線弾くありです。まあ確かに彼女がいればもっとゴールデンな感じになったかもしれませんけど一人で過ごすゴールデンウィークも私はいいと思いますよ。結構一人で行動するのが好きな人なので、一人の方がね自由が利くし全然思わない、山ちゃんさんそんなんじゃない、あ全然一応二人いた方がいいさ、二人いた方がいい、まあ、まあそうかもしれないけどさ、彼氏彼女いた方が倍楽しい、倍楽しい、うん、もうやだーみたいな感じだねラブラブなね、そういうのもなんかこう見えてくるような気がしますけど、す確かにねゴールデンウィークはカップルで行動する方は多いですよね。多いですよ。もちろん家族で行動してる人も多いですが、中学生とか小学生もいるけど、やっぱりこう小さい子を連れて回る方多いと思います。小さい子をさ、まあ、びっくりしたのがお父さんだよ。お父さんがコンビニから出てきて、まず1歳くらいの子を抱っこしてるんですよ。で2歳か3歳くらいの子を手つないでて、でもその周りにあと2人いるんですよ、子供が。大変だなと思って、大変、本当に。横断歩道渡る時ももう私もビクビクしながらこの家族を見てたんですけど、だって周りにいるこの子、子供も2人とも多分5歳くらいなんですよ。小学1年生くらい言っても、だからもうね、道にこう飛び出すかもわからないし、もうお父さんも多分すごいビクビクしてたもん、してたと思う、あの時。大変だなと思ったゴールデンウィーク中お父さんお母さん頑張ってくださいね。この後もメッセージお待ちしております。メールアドレスご紹介しましょう。797@fmginuan.com 797@fmginuan.com です。名古屋のダンサーズさんからのリクエストです。おかけしましょう。スパイシーチョコレート、嬉しい涙、フューチャリングシェネル&マイコ。マコじゃん、マコ難しい。サマータイム、農家はいつもサマータイム、農家はいつもサマータイム。あそこ明るい時しか作業できないですよね、うん、外での仕事って。うるすみしないなぁ、サウル兄さん。ないそうです、ウィル・スミスの曲。故障者、白のガイアでした。ああ、そうですか。一人強調しないであげてってよ。ほんとよね。あ、すいませんね。ミーのチョコ好きな、あ、チョコは好きですよ。シンプルなチョコが好き。あ、サマータイムありましたよ。よかった、サマータイムあったそうです。
チョコはシンプル、シンプルっていうのは何だろうな、何かこのピーナッツが入ったとかそんなのじゃなくて、チョコオンリー、板チョコが好き一番、うん、ビターの板チョコ、うん、あれ多分一日中あれで私過ごせますよ、あの板チョコだけで。ナルトラさん OK、 サーカスね、ミスターサーマータイム、うんうん、なんかリクエストがサマータイムになってきた。いいね、いいですね、自然とこうそうなるっていうのがいいですね。さすがラジオ好きの皆さん、本当よ、分かっていらっしゃる。バンバンかけますよ今日。いいリクエストいっぱいかけるそうですよ、お待ちしています。一服堂さんおはようございます。一服堂さんのところのお子様いらっしゃるのでね、明日からちょっとパタパタするかと思いますが、余裕だよね、慣れますよ、うん、なんか両親とも休日も働くところは大変ですよね、ご飯の用意とか、うん、子供はお家にいてっていう、それは本当に大変だなと思う。どっちか一方がお家にいたらしいんだけど、奈良公園に東京の友達早速って、あーいいですね。奈良公園って鹿がいっぱいいる公園ですか、ね、そっかそっか、そうですね、いいかも。あーなんか沖縄ってあの出かける場所が限られてるじゃないですか、だからどこも混雑だからさ、離島の便をもっと安くすればいいと思うんだよね。あーいいですね、車ぐらい気軽に行ける、うん、たら、うん、もう観光スポットなんて倍ぐらいになるさ、もっとか、うん、いいと思うんだけどな、やっぱ燃料費とか大変だよ、うん、いいのと会いたいってよ、鹿せんべいを持たせて、鹿のせんべいを、鹿せんべいって何が含まれてるんですか、あ、何が含まれてる、うん、こんな、うん、せんべいとか塩じゃね、うん、いいの取りも食べて、食べてみて、いつでも会いにいらしてください、火曜日は食べてみて、食べてみて、鹿せんべい、やだ、一回こう奈良公園に行って鹿せんべいをあげた記憶はあるんですけど、ビビって味見はできなかった。あ、鹿怖くないのかな。私は怖かったな当時。俺今でも怖いなんですよ。噛みつくかもしれない。うん、動物とかよ怖いんだよな。うん、人間も食べられるけど、あそうなんだ。まずいんだ。まずい、まずいって相当ですね。味がないのかな。味がないんじゃない。うん、まず何で作られてるかですよ。ふすま。ちょっと覚えてるから、覚えてますよ、覚えてますよ、ふすま、鹿せんべい、ちょっと検索してみよう。はい、検索中悪いですけど、もう電話です。はい、おじさん、鹿せんべいってやったら味って出てきた。一番最初に。やっぱ気になるんだな。気になる、やっぱり気になるんだ。カーフェの写真とかいっぱい出てきた。いい、人間が食べても美味しくありません。実はこのせんべいの原料は出た、米ぬかや穀類のみで全く味がなされていないから、あ、やっぱり味ないんだ。うーん、なかなか鹿にとって味があるのかね。
どうなんでしょうか。はい、切れましたね。穀物と米ぬか噛み続けたら若干味はしそうですね。しないんじゃない、つばないしね。しないかな、うん、面白い。バリバリ食べてる人とかいるのかな。へえ。ツイキャス切れてるけど直した。はい、オッケー、来た。近づこうとするのはどんなのか、スカイスのウリコに近づこうなの、視界を受けて追い払われること。視界受けってなんだろう。なんか気になるのがいっぱい出てきちゃう。あなたの朝ごはん教えてー。パナパナピピリピピ、パナパナピピリピリピリ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 リ、花場にティティリティティティリティリティティ、今日も始まりましたよ、あなたの朝ごはん教えてのコーナーです。 FM ギノアのパーソナリティがあなたに直接電話をかけて今日の朝ごはんを教えてもらうというちょっと迷惑な企画となっておりますが、本日つなぐのはこの方ですよ。ポチッとな、流暴普天間店の植地店長です。植地店長、今日はどんなパンを食べたのか。もうパン前提ですからね。はい、です。もしもし、おはようございます。おはようございます。植地店長、 FM ギノワンモーニング8からミーノです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日もお電話ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。じゃあ早速伺いますが、今日はどんなパンを食べたんでしょうか。すいません、今日はですね、はい、パンではないです。おー、パンではなかった。まんじゅうを食べました。まんじゅう。まんじゅう食べました。え、どうしたんですか。土日に何かこのなんか行事があったんでしょうか。シーミー。いや、これはですね、はい、全然関係ないんですけど、はい、自分が大好きな饅頭があるんですよ。へー、饅頭、紅芋しっとり饅頭っていうのがありまして、はい、へー、そうなんですか。はい、これはどちらで購入されたんですか。これはもちろん普天間流暴です。ですよね。はい、ですよね。はい、饅頭、朝から饅頭ですか。いや、結構軽めなんで大丈夫ですよ。いけます、いけます。へえ、いけますか。へえ、はい、でも結構腹持ちは良さそうですね。はい。そうなんですか。ちょっとパンじゃなかったというのでちょっとえっと思ったんですけどね、はい、まんじゅうということで、なんかこう期待を裏切らない感じがありました。ありがとうございます。ありがとうございます。植地店長、明日からゴールデンウィークなんですけれども、はい、はい、何か流暴普天間店では嬉しい。そうですね、普天間流暴だけではないんですけど、流暴ストアの方で、はい、まあ、ゴールデンウィーク企画としてですね、はい、子供の日に向けて、うん、はい、まあ、いろいろ、まあ、スイーツからお菓子からちょっとお寿司取り揃えてますね、うん、へー、はい、子供の日に向けて、はい、明日水曜日から、はい、はい、いろんな商品ですね、うん、おやつ価格で、はい、提供していこうかと考えております。うんうん、植地店長、お子様いらっしゃらないでしたっけ。あ、2人いらっしゃるんです ね, すね。ということは、はい、植地、ね、はい、さんも子供の日に向けて準備があるんでしょうか。そうですね。今からどこ行こうか考えてるんですけど。あ、やっぱりそうですよね。植地店長、ゴールデンウィーク中お休みあるんですか。1日だけちょうど子供の日にあるんですよ。あー、そうなんですね。なので、はい、うん、もうここは頑張りどころですね。そうですね、お父さんの。そうですよね。もう どれだけ子供たちが喜ぶかっていう。そっか、そうですね、もうそれだけですね、本当に、うん、そうですよね。もうその子供の日に向けて植地店長も頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、今日もありがとうございました。はい、よろしくお願いします。はい、失礼いたします。はい、失礼いたします。
お子様が2人いらっしゃる上地店長ということで、やっぱ子供の日、そうですよね、すいません、すっかり忘れてました。子供の日、鯉のぼりを飾って子供の、なんだろう、成長を願うというか、そういう日です、日でもありますよね。だからこそなんかこう子供にとってもごちそうというか、そういうものを準備するべく、皆さん流房ストアへ、お近くのね流房ストアへぜひ足をお運びください。本日お電話をつないだのは流房普天間店上地店長でした。こっちサビタン。ひふみさんリクエストの何でしょう。矢沢永吉、ゴールドラッシュ、言える？ひふみんさんからのリクエストです。矢沢永吉さんの曲だそうですよ。ゴールドラッシュ、渋いですね渋いね、いいね、うん。それではまた、今さんお仕事頑張ってください。困った時の上地店長って、本当に上地店長にはいつも助けていただいてますよ。佐野兄さんも店長の声覚えた、店長の声を覚えたということですか。でも声をさ、なんだろうな、どうラジオってね、映像で今こうやってネット配信するけど、声だけ聞いてる人っていうのはものすごい想像が膨らみますよね、うん。こういうお顔をしているのかなとかなんかこんな雰囲気なんだろうなとか、そういうの面白いですよね。誰だっけ、銀虎さん OK です。再リクエストありがとうございます。アミさんの早く会いたいをお願いしますドリームアミって言うんだね、うん。みやちゃんさん、おはようございます。私ですアイコンかわいい、これ犬。今日はシック、今日シックですか。私民族的ですよ。民族的、あ、刺繍がね刺繍がなブルガリアチックです。流行りです、流行り。これね、腕にも刺繍があって流行りです。これはブルガリアチックがブルガリアチック、今ブルガリア大忙しいですよ。うん、日本のみんなが刺繍をしてるから。流行ってんだブルガリアチックですよ。愛犬、かわいい愛犬、なんか子犬に見えますね。ね、子犬、子犬かな、子犬じゃない、かわいい。チワックス、何チワックスって、ダックスフントとチワワじゃない、分からんけど、いるんだそういうの。犬欲しいって私も思うよ。そうなんだ、なんか退屈しなさそう。いやー、どうも。渋いね。退屈してるんですか。誰が、あ、私、犬がいないと。あー、退屈してるわけではないですけど、犬がいた方がなんかもっと優しくなれそう。ああみんなはいはいって、はいはいでーってイライラしたのも忘れそう。いつも厳しいですからね。いつも厳しいチワワとダックスに彼氏に厳しいんだろ、いつも。いや厳しくないですよ、全然やなっていうのなんで、ああ怖い、いろいろ不満もありますよ、そりゃあ、あるんですか、不満。あ、ありますよ。じゃあもうダメじゃないですかねあります、全然ありますよ来た時 600g、 しかも 600g？ 600g？ この曲の後あれね、ミノリズムね、はい、600g って持ってる感じしなくないですか。そうだね、ペットボトル本当だよね、すごい。
大きく成長するって言ってもそこまでですよね、チワワとかだったら、うん、あれだね、どこでも一緒に行けちゃうね。2キロくらいにしかなんない。それよりもそれよりあれだね、人間の赤ちゃんよりかもちょっと軽いぐらいですね。私又吉美濃が観光についてお届けするこのコーナー、ミノリズム。ありがとうございます。今日も気持ちいい、エコー。本当に気持ちいい、ありがとうございます。明日からゴールデンウィークということで、先ほどから私もラジオをね、通して発言しているんですが、東京から沖縄へ往復、例えば今日チケットを取るとすると、どんなに安い LCC、安い飛行機を使っても7万するんです。高いですよね。ものすごく高い。通常だったらおそらく7000円とかそれくらいで行けるものなんですけど、10倍近く、こんなに違う。だから早めにチケットを取っておくっていうのはすごい必要なんですけれども、沖縄やっぱり観光客は多いですよね、最近は。で、先ほど私オープニングで言いました、去った土曜日と日曜日ももうすでに観光客が多かったと。で、那覇市のホテル、あるホテルを調べてみたところ、5月4日ゴールデンウィークど真ん中の日の宿泊料金を調べたら、ざっと2万円くらい一泊。お高い。これ決してリゾート、高級リゾートホテルってわけではないですよ。スタンダードなホテルの値段を見たんですけれども、まあ、それくらいするところがありました。もしかしたらビジネスホテルだったらもうちょっと安くて済むと思うんですけれども、高いですよね。だから連休に旅行に出かけるっていうのは、本当に勇気がいることだと思いましたね。また沖縄となると、電車はないので移動手段はやっぱり自動車。自動車となるとやっぱり心配なのが渋滞。これは観光客だけではなくて我々沖縄県民にとっても大変な、出来事だと思いますが、どこに行くにしてもやっぱり渋滞を発生するものでございます。そういう時は本当に安全運転を心がけてほしいと思うんですが、連休に出かけるっていうのはもうお金もかかるし時間もかかるしとても大変だと思いますが、前もってやっぱり計画すること、これに尽きることは本当にないと思いますね。お金がどれぐらいかかるのか、本当にそうだと思います。旅行に出かけないとしても、沖縄県、本当にいろんなところでいろんなイベントがあります。宮古か？あぶ、あっございま。でも私、真似ができないんですよね、宮古の方言が。すいませんね。あ、もう本当に旅行に行けなかったという人は、山ちゃんさんもさっき言ってました、離島。離島に行くのもおすすめです。そして、沖縄県、本当にいろんなイベントがあります。ネットを使って駆使して、子供がいらっしゃる方は子供に見合ったイベントお出かけください。そしてお一人あるいは二人で出かける方、それぞれに合ったプランがあると思いますので、充実したゴールデンウィーク送ってくださいね。私もなるべく充実できるように頑張ります。以上、ミノリズムお伝えしました。かっこいい曲が流れてきましたね。サロニーさんからのリクエストです。ウィル・スミス、サマータイム。表情が色っぽくなりましたね。あ、そうですか？かっこいいね。表情色っぽいって初めて言う。ウィル・スミスか。多彩ですね。これいいな。夏谷いいよ。ありがとうございます。サロニーさんからのコメントです。ありがとうございます。いやこちらこそ。かっこいいよ。かっこいいですね。
ギノワンセレクトに入れたいと思います。ギノワンセレクトいいですね。あれはだってさっきギノワンセレクトの中でさクリスマスソングが流れてたんですよ皆さん。そうなんですよギノワンセレクトは春夏秋冬問わずでございますでもふとした時に確かにクリスマスソングは聴きたくなります。ギノワあれだな、優しいな、うん、優しいよ彼氏には冷たいのに。じゃあそう冷たくはない決してそんなことはない普通ですよ普通。なんか普通じゃん。普通に優しいってことです。もう素が出せる。素が出せるってことはだから厳しいんでしょ。厳しくないですよ。ほら勇気浜崎さんが初めましておはようございました。いや関係ないじゃん終わっちゃった。この話と初めての方もいらっしゃいますからね。あなるほど、はい、でもほら最近表情が色っぽくなったってよ。うん自分ではそんな感じしないんですけど。なんでだろう表情筋が。大人になってきましたね。え大人になってきましたね。大人になってきました、うん、今年6歳にもなりますとね。やはり最初にこう会ったのが1年ぐらい前でしたっけそうですねもう1年半年になるかも。その頃よりは表情が柔らかく大人っぽくなりましたね。よかった。もう20今年6ですからね。子供に見られる今でもあの舐められますから子供で子供扱いというかしょうがない。そんな感じになる時がある。20代前半はしょうがない。普通にあれはありますよ、まだあの身分証を確認、年齢確認、うん、でもそれはまだまだ全然いいと思ってるので当たり前だろうなと思うので全然ですけど。だから制服着てきてこいよ。どっかの制服、どっかの制服着てくる。高校どこだったの？西原高校です。あ、じゃあ西原の制服持ってるじゃん。もう持ってないですね。今西原の制服着たらこの子大丈夫かなって思われるか美里工業の子かなと思う。もう制服は変わっちゃったんですよ。美里と全く同じなのでほとんど。僕は30ですが見た目は22くらいに見られます。本当に言い過ぎじゃないですか僕42ですけど28くらいに見られますよ。ああ見える微妙微妙じゃないの。微妙言われんわい。見える見える私昨日何歳に見えるって言われて55ですかって言ったら40代の人にそういう風に言っちゃった。いや、聞けてる人が何歳に見えるはまずいよね。うん、そう話聞いたらその人高校時代から老けてるって言われてたって。あは若い頃から老けてる人って年取っても老けないんですよね逆に。じゃあメールね。はい、てる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 。メッセージ紹介していきましょう。おおギャラリーから何やら白い袋に入った何でしょうか。何でしょうか。差し入れが届きました。差し入れ多いな。ありがとうございます。かりゆしウェアですね。夏ですねやっぱり。今日は涼しい方ですけどね。青いかりゆしウェアに花柄がついてなんだかとても爽やかな感じですね。ありがとうございます。手も振ってくれてますけど今日お休みですか。お仕事これから、これからかな。紹介しましょうね。メッセージおはみーのアド山内に皆さんナイスチューズデイ。ひふみーです。極調してフェリーもキャンプ場も予約してないけどいや家島でキャンプしてこようね。してから今日のテーマゴールデンな過ごし方 iPhone から送信と届いてます冗談です。途中でね送信ボタン押しちゃったみたいですね。続き紹介しましょう。体中に金粉貼って金麦飲みながらゴールデンヨガ劇場を見る。ゴールデンヨガ劇場ってまだやってる？そこじゃないだろそこだし、そこだし、もうそこだしはね、いいんじゃないですか。
それにしてもフェリーも予約してないけど、伊江島大丈夫かな。大丈夫よ。すぐ行けるもんですか、そんなに、うん、あ、そう、あ、そう伊江島ってしかも1日何便船出るんだろう。あー、でも行けるのか。4、5便じゃん。じゃあ大丈夫な感じしますね。大丈夫、うん、楽しんできてください。ご家族と一緒に行くのかな。いいですね。まあでも休みの日って言ったらやっぱり映画を見る方もいらっしゃるのかな。この過ごし方はいいっすよ。この過ごし方、え、何、金粉を体中に貼って金麦飲みながらゴールデンヨガ劇場見るどっちにも金金があるからね金粉貼って金麦飲んでゴールデン。なるほど、これはいいですね。いい過ごし方ですよ。あれに行って、うん、あのゴールデンのラジオに、ラジオに行っといて、これをあのひふみさんご自身で送信してください私にそんな権限はないのでメッセージありがとうございます。いいですね、離島。私も離島行きたいよ。こちらも紹介しましょう。おはようございます、かわいいみのちゃん。ちょっとこれ、あの、エコーつけてもらっていいですか。おはようございます、かわいいみのちゃん。ありがとうございます。レアルマドリードファンの山内さん、はい、あ、レアルマドリードファンなんですか。はい。あ、ラウル・ゴンザレス。わかりませんね、それは何でしょう何プレーの名前、人の名前わからないよ、あの地方の人たちの名前なんて。はぁとか言わないでさ。ラウルで。ラウル、何それ、ボールの名前、人の名前、人の名前もしかしたらメーカーの名前かもしれないさ、わからないですって。ラウル・ゴンザレス、ラウル・ゴンザレス、あ、そう声かったんだから。はい、メールを見ます。私はこの前の休み競馬で3000円負けたよ。競馬ね。あ、競馬、失礼しました。3000円、1回の賭けでいくら自由にできるのかな、わからないんですよね。そういう賭けごとをやったことないので。競馬はまだ2度しかしてませんが、2回とも損しているので、今度行くときは1万円くらい稼いで、美味しいものを食べて帰りたいです。勝ち逃げです。いいね、うんうんうん。みのちゃんは、競馬はどうですか？あれでゴールデンな生活してる人がいますよ。奈良の国江さんからメッセージいただきました。そうなんだ。いくらくらい勝てば、ラッキーとも、やっぱ1万円くらい稼いだら、ラッキーって感じ？最高みたいな。からんけど、1万円稼いだらいいんじゃないの。まあ確かに多いです、大きいですもんね、うん、競馬はね、やったことないから、このかけ方だとかそういうのよくわからないし。あれ何、1日に1回やってるの。何回もさあ、1日に何回もやるの。すごいいいレースが最後にあるんじゃないか、うん、ああ、そうなんだ。何、予選的なものがあるのかな。違う違う、予選はない、うん、全くわからないんですよ、こういうのが。山内さん、やったことあります？ない。うん。でも見るじゃん、テレビとかで。テレビで見ますけど、たまにこうニュースで取り上げられるので、うん、たまにやってるのかなって思っちゃう。そんなわけないだろ。すいませんね、本当にね。無知なものでさ、怖いね。これ無意識の罪みたいなものですよ。そこはい、本当にいろいろ教えてくださいね、奈良の国屋さん。あ、勝ったら報告待ってます。勝ったらっていうかね、稼いだら、プラスになったら、うん、待ってます。どんな感じなのか教えてください。美味しいもの、うな重とか。あ、いいね、いいね。回らないお寿司とか。これそれにうなぎ専門店できてるだろ。わかる。あれ何、清塚。うん、わかる。結構前からあるんですよ、あれ。あ、そう。私が気づいたのが2年くらい前なので。行って行っちゃう。行って。私正直、あの、うなぎあんまり。あ、大丈夫大丈夫大丈夫。す、え、何大丈夫って。何大丈夫って。大丈夫？行けみたいな。これ経費で落とせますか？ FM 技能1で。FM 沖縄で。いやそこはさ、なんで？うち稼いでる、あっち稼いでる、うん、いやいやいやそんなことじゃなくて、山内さんから言い出したんですかね。うなぎ好きです。大好き。あ、じゃあ行くべきですね。行ってきてください、私の代わりに。俺が行ったらだから、うん、
あれ、お金がないさ。お金がないさ。でも好きなんですよね。私そこまでうなぎっていう人じゃないので。大丈夫、出されたら美味しくいただくっていう。大丈夫。何大丈夫って。よくわからないでございます、そこは。それでは銀のトロンボンさんからリクエストおかけしましょう。ドリームアミ、早く会いたい。銀トロさん仕事お休みって言ってました。ん？銀トロさん仕事お休みって言ってました。うん、あっちのうなぎ気になるんだよな。名前何だったかな。なんか純和風みたいなね。はい、佇まいも、うん、いい雰囲気で出てますよね。いい雰囲気出てる、うん、沈黙のカンプノーいいね、うん、僕の親戚と同じ高校。あ、そうですか。あ、チマント川って、ミヤちゃんぺオンザビーチさん、わかるの？ミヤちゃんぺオンザビーチはでも、あ、あ、シナントが、あ、徳島でしょ？違うっけ？シマント川は高知？高知。うなぎ食べましたよ、高知行った時。え、美味しかった？すっごい美味しかった。あ、でも嫌いなんだ。皮が、何がですか？うなぎ。うなぎ？もうめっちゃふわふわ。うん。うなぎ嫌いって人結構いるさね、うん。意味がわからない。高知で食べたのは本当に美味しかったです。何が嫌なの？冷めたら、一気に美味しさが半減しちゃうところ。冷めなければいいじゃん。冷める前に食べる。しかもあれなんかうなぎっていうタレが美味しい気がして。あ、そう、うん、でもその食感と青木さ、うん、うん、確かに香ばしい香りはいいですね。美味しいね。私高知の、あ、高知なんですか。あ、高知あれなんだ、うなぎの名産地なの、うん、日本酒も美味しいですよね、高知県は。かっこいいね、四万十川行ってみたいな、高知行ってみたいな。2年前くらいに大波乱が、川洪水、うん、なんかありましたよね。川、なんか花決壊した、なんとかなんかありましたよね、ちょっと大きな雨台風忘れたけど。サロニーさん、スーパーでお酒買った時に自分が店員に身分証見るって言ったら、あ、大丈夫ですってそっとされる。そりゃそうですわ。そりゃそうだわ。自己申告する人いないよ。おー、そりゃそうなるよね。大丈夫です。これさ、ちょっと拾ってね、面白いのコメントいっぱい来てるから、はい、この9時台なんだっけ、ひふみさんとかも来てるからプラスメールね、はい、で自分の話もしてください、はい。この時間は沖縄タイムス、琉球新報、八重山日報、沖縄本島版から記事をお伝えします。ニュースか、忘れてたかな、言わなければ。忘れてたの？忘れてた？うん、危ない。何から始めたらいいのかね。日本酒飲めないんだよな。絶対好き。あ、日本酒はいいのか、焼酎がダメだって。わかる。香りがまた泡盛とは違う独特な感じですよね、うん、私も日本酒、日本酒は飲めるんだがまだ大丈夫。甘い、甘口が好き私、日本酒の。辛口はまだお子ちゃまだからさ。お子ちゃまだからな。お子ちゃまだからいいのは。そう、辛口は苦手なんですよ。まあ、もともと日本酒はあんま飲まないですけどね。お酒も飲まないんだろ。普段飲まないですね、お子ちゃまだから。昨日ビール味見したぐらいで。何かビール味見って。ヘリウス酒造がビール出してるのが出ました。面白いと思って始めたんですけど、うん、そのビール飲みやすかったですね。うん、うん、今度工場見学行ってみようと思って。飲むとしたらビールだっけ？最近は角ハイ、あ、角ハイジンジャー、ジンジャーヘボール、
のめりやんだったら便利だよ。うん、いろんな人とお付き合いできるから。そうですね。 OK。 この時間は沖縄タイムス、琉球新報、八重山日報、沖縄本島版から記事をお伝えします。まずは沖縄タイムス総合面からです。観光客増、生活に難題。県内への観光客数が過去最高を更新する中、ゴミや水の使用量の増加など生活インフラへの影響を懸念する声が高まっています。ゴミのポイ捨てや飲食店での食べ残しなどでゴミ排出量が増加し、県はゴミのポイ捨てが多い国際通りのプランターの撤去を決め、那覇市は飲食店などにゴミの減量を呼びかけます。県内ダムの貯水率は5割を切る中、人口増加に加え観光客の急激な伸びが水不足の一因になりかねないとの指摘もあります。続いて八重山日報沖縄本島版からです。今日流れ弾抗議決議。県議会アメリカ軍基地関係特別委員会は1日、恩納村のアフソダム工事現場で起きたアメリカ軍の流れ弾と思われる事故の抗議決議案と意見書案を与野党で合意しました。当初案ではアメリカ軍キャンプハンセンでの実弾射撃訓練の中止を求めていましたが、原因究明と再発防止策がなされるまでの中止要求に変更されました。2日の臨時議会で嘉手納基地でのアメリカ軍パラシュート降下訓練抗議決議とともに可決される見通しです。おしまいに琉球新報市町村面からです。エコな宜野湾に。宜野湾市は4月27日、地球温暖化対策の一環で環境省が提唱する国民運動、クールチョイスを宣言しました。県内市町村では那覇市に次いで2例目となります。市役所でクールチョイス賛同宣言式が開かれ、佐喜真市長が宣言文を読み上げました。町と自然が調和した省エネルギー循環型環境都市実現に向け取り組みの強化を誓いました。宜野湾市は2012年3月、地球温暖化対策実行計画を策定し、9年間で12万1000トン、2000年比 24% の温室効果ガス削減を掲げます。今年は電気自動車の推進を図り、市内自動車学校と連携して電気自動車取扱いの指導、実践などを新たに実施します。佐喜真市長はエコの街、宜野湾を目指したいと意気込みました。以上、この時間は沖縄タイムス、琉球新報、八重山日報沖縄本島版から記事をお伝えしました。日本女性としては知っておきたいよね、そういう着付けとか。うん、俺も、うん、着付けしたいよね。俺はこうやるんじゃなくてしたいよね。
してあげたい。あげたい。女性の。はい、もちろん。男性のやつどうするんですか。でも着付け本当に力が必要なので、うん、男の人の方が多分綺麗にできると思います、ね。そうそうそう。だからさ、なんかね、色っぽいじゃん。アルトのサーカスミスターサマータイム。着付けをするって。うん色っぽい、まあ確かにそうですけど、なんかそう、ギターもやらんといけんしな。ギターだな。この前フラメンコギターをできる人がいて、お松田浩二さんって有名なんだけど、はい、その人がライブやっててギターやろうと。かっこいいですね。デジかっこいい。じゃあおじいちゃんなんだけどさ、デジだわけ。アコースティックギターだ。うん、ズルルン。そうそうそう、すごかった。かっこいいですね。リントルさんも帰っちゃったのかな。ね、ギターはかっこいい書いてね、うん、そういうのは書かないです。時刻は9時6分を回っていますよ。 79.7MHz モーニングエイトお送りしておりますが、どん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 ツイッターでつぶやいていますね。ありがとうございます。ツイッターの方ではこういう風につぶやいていますをご紹介していきましょう。よいしょ、よいしょ。サブロ兄さんが、スーパーでお酒買った時に、自分が店員に、身分証見る?って言ったら、あ、大丈夫でーすって即答される。笑って。そりゃそうだ。さっきね、私、まだ、今年26なんですけど、まだ身分証確認言われますよって言ったことによって、こういうふうにメッセージ書いてくれますが、皆さんはどうですか?山内さん確認されますか?まさか、そんなことはない。うん、そりゃそうだ。その他にもですね、ゆうき、崎浜さん、車を持っていくときだけ予約が必要みたいですよ。っていうのは、これ船の話ですかね。もしかしたら、離島の旅行に行くというふうに先ほど言いましたので。あと、みやちゃん、オンザビーチさんだとか、ひふみさんは、ゆり祭りの会場までは200円でシャトルバスが出てるとかね。やっぱりこのゴールデンウィークに向けていろいろ考えているかと思われますが、よいしょ、これからもどんどんツイートして楽しんでください。銀トロさんまだいらっしゃいました。よかった。今日お仕事休みみたいですね。よかったですね。そっか、もう休みの方ね、いらっしゃるかと思いますが、明日からという方も皆さんお仕事最後まで頑張ってください。メッセージ紹介しましょう。そんな銀トロさん、今日もおかしな銀のトロンボーンです。お二人さん、おはよう。今日のテーマはゴールデンの休日の過ごし方ですか。バッドゴールデンの過ごし方。休みはあるけど先立つものがない。だから映画でも見に出かけようかな。それはいいです。最近なんか映画館でいろいろやってますよね。気になるのは私もいくつかあるんですけど、なんだろう、あのワイルドスピードとか、あとは何かな、美女と野獣、ちょっと話題になってますね。他にもアニメがやっぱり多いかな。子供向けのアニメだとか増えているかと思います。私どうしよう、行こうかな。映画行きたくなるね、こういう話してたらね。映画館といえば私の中ではキャラメルポップコーンと、あとメロンソーダ、これなんですよ。これ、もうこれさえあれば OK。甘い甘い。もうその日は特別だから。それがゴールデンな過ごし方ですよ。でも、ホットドッグ。ホットドッグを自分でこう玉ねぎの量とかピクルスとかマスタードケチャップの量を調整して食べるっていうのが好きなんですけど、あれ、食べるタイミングいつですか?私、映画見る前に、見る前に完食してしまうんですよ。もう完全に食べ終わる。気が入る。あれいつ食べればいいのかな。気分も味わいたいから半分ぐらい。最初で半分ぐらい食べるさ。うん、
最初で半分食べて、で中盤で、中盤でまた食べる。その半分の半分ぐらい。半分の半分ぐらい。で、クライマックスの時に全部食べる。うん、クライマックスで全部、もうなんか映画に集中できないですね。こうなんだろうね、ポップコーンとかはこう無意識に手が伸びて食べれるような感じがするんですけど、ホットドッグとなるとその手元にもこう意識がいってしまうから、なんかいつ食べればいいのかなっていつも思うんですよね。謎、皆さんいつ食べてるんですか。ホットドッグ食べる人いるかな。え、ホットドッグ食べない。食べるよ。ポップコーンが多い。でもまずはそうだと思いますけど、ポップコーンはちなみに何を召し上がりますか。塩味、普通の、飽きないですからね、うん、キャラメルベタベタしね。ああ、それ、しかもキャラメルが絡まってるところとそうじゃないところがあるので、そうじゃないところを食べた時のちょっと残念感。あ、これ味なかったやみたいな、でまた手伸ばすっていう。そんな感じはありますね。ありますね。はい。今、バックミュージックで流れているの、ナルトラさんからのリクエストですね。ミスターサマータイム。サーカスさんの曲ですね。ゆったりとしてます。サマータイム。うん。これがなんか今日のリクエストテーマみたいな感じになりましたね。イントロさんのつぶやき。アニメとかいいね。笑ってきてます。アニメだったら今何ですかね。クレヨンしんちゃん。やってましたっけ、とか。あれやってんじゃん、まだ。何ですか、モアナと伝説の実。あれ面白かったですね、うん、なんか沖縄の人、うちなんちが見たらよりこう親近感が湧くような映像っていうんですか、うん、そういうのもありますね。うん、面白いと思います。でこれエンディングのこのエンドロールでこのヤビクトモナって名前が出た時の感動は半端ないですね。半端ないです、本当に。しかも私泣きました、そんな中見て。そう、うん、そんな中モアナは見たいと思わない。ちょっとなんで今私いい話しようとしたんだよ。キートロさん思わないですか、ちょっと子供向きです、あんまり。うん、そっかそっか、まあ、ディズニーの流れはちょっと似てますからね。ちょっと似たようなものがありますからね。なんだろうなぁ、男の人やっぱアクションとかが好きなのかな。スターウォーズ、スターウォーズ今やってましたっけ。今やってました、もう終わりませんでした。やってる、まだ大丈夫、全然わかんないもん、その辺は。君の名はとか終わった、終わったの、終わった。でも結構長くやってましたよね。見たの、見ました、見たし DVD が出たら買おうと思いました。あんなに、うん、面白かったもん。はい。じゃあメッセージ紹介しましょう。すいませんね、もう喋りに夢中になってしまうので。映画の話でこんなに盛り上がっちゃった。紹介しましょう。おはようございます、静岡の丸もちゃ店です。いいね、丸丸もりもりが頭の中に流れてきた。丸もって出たから。今日は88夜です。88夜は新茶を飲んで1年間の健康を祈願しましょうね、ということで、ゴールデンウィークは新茶の製造でお仕事です。今年は少し遅れております。ではまたよろしくお願いいたします。ミツさんからいただいてます。ミス、ヨシタカというふうに書かれてますけど。88話ってそういう行事なんだ。ね、かっこいいね。知らなかった。名前がね、かっこいいね。うん。88話。なんか歌ありませんでしたっけ、童謡。夏も近づく88夜みたいな。ありましたよね。まだある。歌詞当たってる？当たってる。ああ、よかったよかった。88話はどんな意味があるのか後で見てみよう。新茶を飲んで祈願するんだ。最近さ、お茶の種類増えてません？あのスーパーとかに行ったら、コンビニとかもお茶のコーナーめっちゃ多いんですよね。私がお茶で好きなのが、あ、やばい、忘れた、同棲しちゃった。ウーロン茶じゃなくて、ほうじ茶、ほうじ茶大好き。あー、一応うまいよね。美味しい。やっぱりね、子供の時、あ、子供っていうのはね、未成年の時ね。未成年の時は、あんまりこのお茶に対して、なんて言うんだろう、こだわりがなかったんですよ。出されたらもう何でもいいです。っていう感じ。最近は、好き、この気分の時にはこれ、とか、
そういうちょっとこだわりが出てきました。皆さんもそんな感じなのかな。おじいちゃんとかおばあちゃんとか熱いお茶好きですよね。あの僕の年代になっても熱いお茶が好きですよ、うん、山内さんの年齢でも好き。ああ、なんかこの好みありますか。何どんなお茶が好きだとか。緑茶が好き。緑茶、ああでも飲みやすいですよね、うん、すごく、うん、おじいちゃんもいいよ。おじいちゃんも、うん、私も大好き、うん、あとハトムギ茶とかはすごい肌にいいって聞きますね。うん、うん、ハトムギのなんだ化粧水とかもありますから。ああ俺使ってんな。あれすごい肌にいいですよ。あの私の知ってるモデルさんも使ってます。あれハトムギってそういうお茶のあれか。うんうん、いいらしいですね。紹介、こちらもメッセージ紹介しましょう。カリーさんからです。みんのさん、山内さん、おはようございます。ゴールデンウィークは毎年引きこもりの私ですが、ゴールデンな過ごし方を想像してみました。あ、いいね、こういうのいいですね。ゴージャスなリゾートホテルで優雅に全身エステを受けたり、ヨガしたり、サンセットを眺めながらクルージング、ディナークルージング憧れるわ。関係ないですが、私も競馬天皇賞過去春で2000円負けました。そっか、競馬は100円からかけれますよ。マジですか。100円からいけるの。100円で500円とかもかったら嬉しいですね。100円でさ、何十万かなる大穴もあるよ。本当？へ、うん、えー。何百万だったかな。ってことは、100円で何百万ってことは、なんか予想もしてなかった、これまで負けが続いてた馬が勝つみたいな感じの奇跡的な感じ。あ、そういうのがあるんだ。おお、それが大穴って言うんですね。詳しい、お詳しいですね、山内様。それもギャンブラーですから。あかんわ。お父さんあかんわ、本当に。それは全部ギャンブルにつぎ込んじゃう。つぎ込んびっくりしたんですけど、先週、先々週、あの石垣に行ったって私言いましたよね。結構パチンコが多かった。あ、しかも新しいものから大きいものまで。うん、あ、こんなにパチンコ屋さんあるんだと思って、離島で暇してんのかなと思っちゃった。娯楽がねあまりないのかなと思って、観光客向けが多いのかなとか思っちゃいました。ご紹介しましょう。三重の山内さん、おはようございます。ムーネーです。今朝はあてもなく自動車、自転車を漕いでトミングスク、ハエバル、コチンダ方面まで行ってきました。え？今朝？早いね。朝活だ。ゴールデンな過ごし方。昨日はゴールデンだったかと思います。朝、シーサイドランニング、水中ウォーキング、筋トレ、それからの仕事。そして夕方は夕焼けを見にシーサイドサイクリング。仕事の関係でなかなか夕焼けを見に行けない私にとっては、久々に海のそばから夕焼けを見た気がします。いい夢も見れました。今朝も自転車に乗ったからか気持ちのいい朝でした。今日も良い一日となりますように。 Have a nice Tuesday。 すごいね、朝活こんなに充実してるんだ。山内さん、朝何時に起きますか。5時半。早いですね。朝活してるんですか。うん、こっちに向かうために仕事で。早い。6時半前に出ないと、うんうん、7時間に合わないんですよ。そんなに混みます。混むよ。30分かかるよ。遠いですね、はい、そっか。でもなんだろうな、4月とかは、まあもう5月なんですけど、混んでた気がしますね。朝、夕方もだけど、いろんなところで渋滞が多くなってたような気がする。その前と比べたら、3月か2月と比べたらね、やっぱり新社会人の方が早めに出勤されてるのかなっていう予想ですけど、そういうのもありました。ここでケイティ・ペリー、ボン・アペティット、フューチャリング・ミゴス。当たってる？って書いてあるよ。ちょっとお知らせ言って、はい、それからエンディングしましょうか。はい。曲開け。
3分29秒だから入れたてのほうじ茶いい香りで美味しいですよね。いや、ほんとその通りです。あ、いいの、マスオさん嫌ってんだ。ん、マスオさん嫌い。いいのに嫌ってますね。嫌ってない。嫌いってよ。嫌ってない、ほんとに。なんでそう言うから。あ、これね、これね、うん、このシラスね、私もちょっと気になってるんですよね。ブーコさん、初見ですって。ありがとうございます。ブーコさん、これアイコン何人？バットマン。え？違う。これのどこがバットマンなんですか？え？ブーコさん、これバットマン？違うよね。ミーノも好きなんだけどさ、火曜の朝に予定が入りがち。あー、そう。モンストのロキです。はぁ、そうなんだ。全然なんかペイズリー柄に見える。え、バットマンに見える。どこがバットマンに見えるんですか？なんか、ね、これ見えるのを拡大して見れるのかね。今やろうと思ったら見えなかった。見れないね。ラブストーリーは突然にさ、1000円買ってたので3万7000円、ま、儲けましたので、AKB 総選挙に回しますって。沖縄でありますね。行きます？ AKB 総選挙。行かないにゃ。これどうなんだろう、沖縄の方も行く人多いかな。おー、ツイッターで拡散中。あ、そうですか。ネット社会ですからね。なんでこれ気結？なんで気結？病気？あれ、ちょっと BG なしでやるから、うん、そろそろ行こうかな、はい、お送りしたのはで言えるかな、はい。お送りしましたのはケイティペリーボーンアペティットフューチャリングミーゴスでした。メッセージ紹介していきましょう。その前にお知らせ。行方不明者捜索情報拡散のお願いです。お名前がジャナコータさん、1994年7月7日生まれ、22歳の男性が今行方不明になっております。身長170センチ、特徴が中肉中背、髪型なんですが短髪で黒髪、若白髪混じりということで視力が悪く、普段はコンタクトをつけているそうです。物静かでおとなしいタイプです。騒いだりはしゃぐようなタイプではなく落ち着いております。いなくなった当日に履いていたものはクロックスを履いておりました。最後に確認できた足取りですが、4月4日火曜日、だいたい1ヶ月くらい前ですね、午後、夕方5時15分頃に父親の携帯に友人と遊びに行ってくるとだけ連絡があり、糸満市の自宅を出た後行方不明となっております。免許証は持っていますが車がないため友人の車で自宅に迎えに来てもらったと思われます。心当たりがありましたら、下記の、心当たりがありましたら、こちらまでご連絡ください。098-9789-0468 090-9789-0968 090-9789-0468 番です。1ヶ月か。喋ろっか、エンディング、はい、そのままエンディングになってしまいました。今日時間経つのが早く感じますね。ツイッターでミーノに嫌われてるのめげないぜって書いてます。マスオさん別に嫌ってないってば。なんでそういう方向に持っていきたがるかな。あ、今日もいっぱいお話ししましたが、来月に沖縄で AKB の総選挙が行われるそうですよ。先週ぐらいだったかな、 AKB を代表して4、5名がね、那覇市の県庁を訪れて県知事にご挨拶という
ということでニュースになっていましたが、 AKB の総選挙が沖縄でっていうのがなんでかなって最初聞いた時思いましたね興味のある方はぜひお出かけください。海の近くでやるのでなんかこう開放感もあってね、いいかもしれませんが、結構内地からの方が多いんじゃないでしょうか、本土からいらっしゃる方が。うん、最近は男性のみならず女性のファンも増えているそうなのでね、やっぱり可愛い女性たちのグループなので憧れもあるかと思います。うん、それではお送りしてきましたモーニングエイトですが、明日からゴールデンウィークですね。休みの方は存分に満喫されてください。お出かけするっていう方いましたのでね、そうではないお仕事という方も最後まで頑張ってください。それではモーニングエイト、来週私火曜日担当ですが、ゴールデンウィークどんな風だったか伺いますよ。いろいろ教えてくださいね。私も皆さんにお伝えいたします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。はい、お疲れ様。お疲れ様でした。よいしょ。